ベナスタルです、アミゴス。どうも、 PJ レールのパハロンです。はい、皆さんお久しぶりでございます。ついにですね、メイ社長からメッセージがやってきましたね。なかなかこう、なんて言うんでしょうね、こう辛そうな感じもありましたけれども、以前ベストオブザスーパージュニアが TV マッチで行われるんじゃないか説みたいな動画をね、上げたところでもうとか、別の動画でも言いましたけれども、説明がね、あった方がおそらく皆さんね、多くのこうやきもきしているような、こう今後どうなるんだろうとか不安に思ってるようなですね、皆さんも少しはこう気持ちが落ち着くんじゃないですかっていう話をね、させてもらってたんで、メイ社長ね、そういう説明 してみてはいかがですかという話を以前してまして、偶然だとは思いますけど偶然だとは思いますけど、説明動画がね、上がってきたというところで、どういった内容だったかっていうのをね、少し振り返っていきながらですね、その話をしていきたいなというふうに思います。はい、まずはですね、まずは冒頭であった印象的な言葉で言えば、メイ社長自身もまず表現できないほどの悔しさ、そして大きな損失、身を切るような強い痛みを感じているという部分はね、話をされておりましたね。メイさんもね、プロレスファンということで、実際そのプロレスができないというところでもね、じくじたる思いがあったのかなという部分だったかとは思います。で、例えば、その他のね、団体がいろいろ動いているとかっていう現状として、そういうこともあったりとかする中ですね、無観客試合を行ったりとかしている中ですね、なぜ新日本プロレスが、無観客試合をやらないのかっていう話にもなってたと。いうところですが、まずはですね、選手、スタッフをですね、感染のリスクから守るためであるというところ。もちろんこれは賢明な判断ですよねというところだとは思います。はい。そして、多分一番大きいのはここだったんじゃないかなというところなんですけれども、会場の使用許可ですね。これが取れないっす、みたいな部分があって、新日本プロレスは自前の会場を持っていませんので、その他のところのね、どこかの会場を借りないといけないんですけど、この緊急事態宣言だったり自粛要請が出ている中、その会場の使用許可もおりませんね、というような話になってましたね。なので、動くことができませんでしたと。でも、おそらく逆を言えば、自前の会場を持ってれば動けた、少しはっていうか、その無観客試合みたいなことを多分できたっていうことなんじゃないかなっていう感じはしましたね、見ててね、そして、企業の社会的責任であると。新日本プロレスというのは、日本プロレス界の最大手ということですので、世間からの注目を浴びることになりますね、と。で、例えばこんな自粛期間であるにもかかわらずとか、緊急事態宣言中でもあるにもかかわらずとか、そんな興行を行って、感染者を出したりしたら、ね、プロレスに対してネガティブなイメージを、持たれたくないという気持ちもあり、無観客試合みたいなことはやらなかったっていうことだったというとこだとは思うんですよね。あとは、やっぱ新日本プロレス自体が最大手であるというところにより、ここはね、なんとも、いろいろどうしようかなって思ってた部分あったんじゃないかなとは思ったんですけど、最大手の新日本プロレスが先陣切って、きっぱりとプロレスにネガティブなイメージを持たれたくないから、うちはやらんよって言ってしまうと、他の団体の興行自体、興行というか、他の団体の行動に、制限をかけてしまうんじゃないかという思いもあったんじゃないかなっていう気がするんですよね。
で、おそらく他の団体はやっぱり興行をやる、興行をやっていったりとかしないことには回っていかないということ自体もやっぱメイン社長は分かってたんじゃないかなというふうには思うんですよ。うん、で、故に保証もないようなね、この状況下で自粛だけを迫られているようなこの状況下で、あの リーディングカンパニーである、まあ、新日本プロレスというもの自体がもうそういうふうに、例えばプロレスにネガティブなイメージ持たれたくないからもうやりませんよそんなのみたいなね、他あのっていうことを言うことによって、ちょっと他の団体への影響っていうこと自体も考慮していたんじゃないかなというふうにはなんとなく感じましたね、見ててね。いろいろ考えた結果、動いて、あの、新日本プロレスは動くことはできませんでしたよと。で、あとはやっぱり、その、東京ドーム2連戦というもの自体で、まあ、興行が成功したことによって、まあ、やっぱ、企業体力があったっていうこと自体も、一つのポイントだったとは思います。ね。そこが他の団体とは、まあ、違うと。いうところだったのかなという感じですね。なので、まあ動かなかった。で、他の団体の行動とかそういったものに制限をかける、かけない、かけることになってしまうのではないかとか、いろんなことを考慮して、まあ、無観客試合には踏み切っておりませんというような状況だったかというところですね。で、まあ、このビデオ自体もですね、5月の13日ということで、まあ、一定期間の自粛要請が出てた5月6日以降に出てきたと、このビデオがですね、っていうところもそういったもういろんなものを含め、このタイミングになったのかなという感じはしていますね。まあでもできればね、もうちょっと早くてもよかったんじゃないかなというふうには思いますけども、まあでもこういうふうにちゃんと説明する社長がいるっていう会社っていうのはね、なかなかこう信頼度高いんじゃないかなというふうに見ながらね、思ってます。はい。まあ、僕もね、コロナリスクを考えながら、抱えながら、まあ、働いてたわけなんですけれども、まあ、うちの会社の、うちの会社の社長さんとかはね、こんなこと言いませんからね。まあ、あと、従業員とか、選手、スタッフの感染リスクから守るためなんてことはね、まあ、うちの会社も言わないんで、お前ら待ったのは、コロナリスク抱えながら働いとけよ、みたいなね、無言のプレッシャーがね、降りてくるっていう会社なんでね、あれなんですけど、はい、まあね、まあでも働く働かないは自由っちゃ自由だけどね、こっちもまあ、給料ないとね、なんともできんからね、はい、ということで、まあ、こういうふうにしっかりとね、説明を果たす社長がいると。現在この新日本プロレス名社長で良かったんじゃないですかねっていう感じもねありますよね。はい。で、まあもちろんチゲザプロジェクトもやってますよと。で、まあ新日本プロレスワールドですよね、オンデマンドサービスのワールドの会員もどうやらほとんど減っていないということみたいで、まあ皆さん、ファンの皆さんも一緒に耐えているくれているっていう感覚にこれもなったんじゃないかなという感じもしますよね。あとグッズ販売もね好調らしくて、まあ僕もちょっと今落ちてますけど、のれんとかねのれんとかも買いましたし、はい、まあありますよねということですね。そしてまあ今後なんですけれども、今後はですね、まずはその感染者数がまあ減少して、まあそのリスクがまあ少なくなりましたねというようなまあ状況が生まれた場合は、まずは無観客試合を、はい、検討してますよと。まあ道場マッチという言い方をしてましたので、まあそれこそ野毛の道場ですかっていうところ、まああとは LA 道場、まあ、この辺で無観客の道場マッチをやりますというような話をしてましたね。で、まあその後、またさらに段階的に良くなっていくようであれば、まあ観客を入れてですね、興行を行っていきたいですねということみたいなんですが、まあ観客を入れて行っていくっていうのが、まあどうやら、キャパの半分ぐらいですか。半分ぐらいの観客数で、まあ試合をね、まあ、やりたいなというようなことをですね、おっしゃってたというところなんですよ。はい。なので、まあ、これを考えるとですね、やっぱりまず7月の北海道ツアー、これは、
厳しくなってきたんじゃないかなという気がしています。まあこれは何とも言えないですけどね、状況次第なので。なので北海道ツアーはやっぱ厳しいかなと。まあその代わり多分7月のタイミングで、無観客試合っていう感じなんじゃないかなというふうに思います。で G1 のタイミングがまあ秋なんですけど、この G1 のタイミングがもしかしたら観客数半分ぐらいの興行なんじゃないかなっていう、まああくまでも予想ですよ、これはね、あくまでも予想ですけど、そんな感じがねちょっとするかなという気がします。でこれちょっとまた次の動画でねお話もするんですけど、まあこれによりですね、これとさらにその企画が相まえばなんですが、 G1 ねプラチナチケット化する可能性が十分に考えられるというところなのかなという感じがしています。はい、まあ半分になるでしょうしね、おそらくね。なので G1 のチケットが高騰するので、高騰する、もしくはなかなか手に入らないというですね感じになるんじゃないかなという感じがしてますね。まあ特にこのまあでも G1 はね無観客っちゅうのはない、まあタイミング今の感じだとね無観客っちゅうことはないんじゃないかなっていう感じはしますけど、まあ、半数ぐらいの観客数でっていうことなのかなと。でこうなった時にそのまああとは東京ドーム大会やるのかやらないのかっていうことにもなってくるとは思うんですけどね。東京ドーム大会も半分でやりましょうってなるんだったら、まあ収益の問題もあるだろうし、どうするのかなっていうね感じもするし、まあ、ますます東京ドームチケットもプラチナ化していくというね感じなのかなっていうね。だから今後まだまだね状況次第で変わっていくと思いますんで、何とも言えない部分はありますが、まあその可能性が高いと思ってですね、まあまあ準備、こちらのファン側もね準備しておくといいのかなという感じはまあしております。はい、ということでね、まあしっかりとした名社長の説明があり、安心された皆さんもいらっしゃったんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、名社長本当にありがとうございますという形でございます。で、まあ、何回も言ってるけどね、名社さん、あれだったら、あれだったら飲む、一緒に飲むよ。辛かったら一緒に飲むよ。うん、だからね、ズーム飲み会するか。ね、うん、辛かったらもう、まあ、メイさん大丈夫だと思うけどね。うん、まあ、メイさんファンの皆さんもなんかいろいろいらっしゃるみたいなんで、うん、まあ、久々にメイさんのお顔を見れてね、安心された方もいらっしゃったんじゃないかなというふうには思っております。うん、まあ、今後のね、まあ、新日本プロレスの動向にも注目という形にはなるんですけれども、まあ、すぐには、今までのような興行っていうことにはならないという感じかなというところありますので、まあワールドでねいろいろ展開されているそのトゥゲザープロジェクトというものをですね、まあみんなで楽しんでいけたらいいのかなというふうに思っております。まあこれに関して皆さんのねご意見ご感想などはコメント欄に書いていただければというふうに思います。ということで皆さん、次の動画でですね、その G1 についてちょっと話してみたいなというふうに思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価の方もお待ちしております。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。スエニョス、アミゴス、アスタルエゴ、アディオス。